お線香を降りてスーパーの方に行っております。中川区になりました。こちら区域変わりましたね。こちらも名古屋の下町ですね。結構ね、13時30分にね、出発いたしましたけどね。散策ね、いいですよね。海抜 0.3 メートル。あの穏やかじゃない道それはあのあれですね、平和道ですよね。まあ穏やかじゃないのが穏やかじゃないのはね、反対語は平和ですかね。平和運動がね近くなります。バス停ありますから、まもなくですよ。続きましょう。佐賀島ライブ。ありませんね。歩道橋を渡るか迂回するかどちらかになりました。多少のね遠回りしてもね、段差のないやつはよろしいです。愛知町です。中川区愛知町です。目の前ですね。ビールとね、笹島ゲート、20何回見ました。到着です。時刻16時10分です。
名鉄バスがね走っておりますね。とりあえず休憩いたします。平和堂到着です。行きましたけど休憩の椅子ありませんでした。なんかもう食べるもの見ましたけどねあまり変わり映えのねしないもの、好みのものはありませんでしたから、これを食べてみたしました。市バスでございます。古戦橋ね、古戦橋のトラス橋を渡りますよ。早めにね、トラス橋を渡ります。こちらも市バス参りましたね。あちらのバスなんですが、栄23号系統の栄行きでございます。あ、23号系統ね、2回目ですよね。ですが今ね16時34分です。垂水駅東口のね23号系統ね、密になる時間になってまいります。中川車庫前発ですね。まずね。バックに行きましょう。こんな感じでね。こちらです。栄23号系統の中川車庫前発の栄バスターミナルオアシス21と思いますけど、ね。あ、空いております。お行儀です。ね、同じ23号系統でもね、垂水駅東口発のね23号系統の バスなんですが、水道橋千鳥ヶ丘下宮前平、青葉台、松風台を経由して、つつじヶ丘行くバスなんですが、お一人の方を除いて、22時台にね、乗車される方、除いて、垂水東口発なんですがね、お一人の方を除きまして、こちらのね、栄23号系統栄オアシス21バスターミナル行きと比較いたしまして、全員ね行儀悪くてバカでございます。以上でございます。以上、こちらね名古屋市中川区、まもなくね古戦橋トラス橋を渡りますけどね、一言申しました。神戸うんざりでございます。
下町ですがね、穏やかな時間流れております。ではね、トラス橋に向けてね、多分帰ったと思いますけど、分かりませんけどね、とりあえず向かいます。